ます。食べてからメイクします。いただきます。こんにちは。今日は夜も多分やります。エイバースさん、初見こんにちは。目覚めて布団から出られなくて1時間経ちました。やばい。まあオフならいいんじゃない。寝るときもずっと加湿を気をつけてるのに、ずっと湿度はローです。こちらは何ザウルス、これ何ザウルス、これありそう。何ザウルスとか私はわからない。何ザウルスとかはでも有名そう、有名な感じそう。午前だけ学校だった。お疲れ様です。ペペスさん、いいな。チョコって寝てる時以外ショールームしてね。そんなことはないけど、寝てるかご飯食べてるか携帯いじってるかお仕事中かショールームか。TRX とは。横浜で荷物下ろしてました。お、どこだろう横浜。お疲れ様です。ティラノサウルス、トリケラトプス、トリケラトプス、大恐竜に入りゆか。あ、ティラノサウルスのこと。なんか全然有名じゃない名前だって思ったらティラノサウルスか。受験勉強しながら見てます。頑張ってください。ファイトファイト。体ほぐして一歩一歩、あいだいだあいだいだ。お砂糖の釜足り。あったかい。ここ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 にいる。いつ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 出会う。一歩一歩あっと。あゆのちゃんビーナ、こんにちは。いいな、友達とハンバーガー始めに行ってきます。いいですね。私も行きたいな早く。塩パンいいよね。結構前に、結構でもないか、12月に12月に待つかな、12月末ぐらいに瞳とパン屋さんに行った。塩パン買った。
ちょうど通り道だったから。この塩パンが美味しすぎて。こんにちは。レイさん、リーさん、初見はじめまして、ありがとうございます。学校終わったんで帰り道をともします。お疲れ様です。砂糖、砂糖、そう、昨日さ寒くてショールーム終わってから暖房をつけたんですよ。そのまま家出ちゃって帰ってきたらあったかすぎて、なんかえってなった。最悪最悪です。暖房つけっぱです。ちょっと萎えました。だから昨日の回収分を昨日の分を回収するために今日はつけない。カエル3匹のアメリカからのファン、ありがとうございます。まあ平均すれば今日使ったみたいになるかなみたいな。朝日が目に眩しい。ちょっと、うん、明日雪？なぜ？雪予報ですか？怒られちゃう。ロックマンに。こんにちは。埼玉普通に寒い？埼玉ってさ暑くて寒いよね。昨日滋賀は雪だった。ごちそうさまでした。関東は晴れ？今ではバームクーヘンを食べてました。メイクしなきゃ、メイクしなきゃ。うーん、汗雪かきしてた。お疲れ様です。見てください、前髪切りました。今日さっきついてる。さっき前髪切りました。どうですか？よいしょ。振り袖のショコ良かった、嬉しい。なんかさ載せてないさ振り袖の写真まだまだあるんだけどさ、もったいなくて毎年あげてる。前髪切ったのかわいい、ありがとうございます。
タンタラランタラララン、アイダアイダ、アイダアイダ。スポンジ変えたいな、そろそろ。メイクリップします、まずは。お、平配信来れて嬉しいって。ゆうあさん初見こんばんは、ありがとうございます。なんかこの触覚をさ、これぐらいにするかさ悩んでる今。あんま触覚、こういう触覚作ったことないからちょっとわかんない、何が正解か。おすすめのリップは、最近使ってんのはユーピンク、ユーピンク使ってます。ユーピンクは、あ、でも今色塗っちゃったもんね。ユーピンクはなんかこの今のこれよりかは結構くすみの赤、くすみっていうか大人っぽい赤です。滝脇翔子と申します。うん、最近はこれ使ってます、ユーピンク。なんかこの触覚さ長すぎてさ、その境目がないからさ、ちょっとこれぐらい、なんか半分ぐらいをこの長さにした方がいいのかなとかさ、いろいろわかんない。これはそう、ユーピンクはあのプルプルにはならないから、その上からグロスを塗ってます。今日のお洋服決めてない。あー、今日のお洋服何にしようかな。何がいいですか。カカ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 にいる、いつ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 出会う。ティラノサウルス、トリケラトプス。赤がいい。何の服にしよう。寒くないのがいいよね。なんか一個さ、次のサイン会っていつでしたっけ。なんかサイン会とかで着ようって思ってたのがあるんだけど、サイン会いつだっけ。2月？じゃあ2月に着ようか。なんか1個着たいのがあるんだけど、なんかお話し会ほどなんかこう、なんだろう、華やかしいお洋服ではないくて。でもなんかこう、みんなの前でお気に入りの服だから。お気に入りの服ってさ、一回も着てないのにね。お気に入りの服だから目の前で着たいなーって思ってるけど悩む。パーカー系なんだよね、カジュアル。悩みです、それを着るか。 SNS に上がる、一応上がるお洋服だからちゃんとしてかないと。サイン会悩むとかね。昨日本当はお洋服着たかったお洋服あったんだけど、なんか買ったばっかりで、あの開けたら長袖だと思ってたら半袖で、えまさかのってなってました。悩み悩み、ちょっと悩もう。あ、サイン会の後インスタライブやると思います。あのあれじゃなければ、お昼とかにショールームができてればやろうと思います。できてなくてもまあちょっとショールームやって、ちょっとあの他のお仕事とかが入ってるか入ってないかで変わるんだけど。
本やる予定です。2月よろしくお願いします。お願いします。メイクしなきゃ。寒くてできない、寒くてできないです。誰かやってください。やります。今日はシナモンくん、てれー、今日はシナモンくんにしようと思います。こっちの子も伸びてきました。結構これとは別の長さの子がいるんだけど、これはこれと同じ。でもこの長い方は触覚ですね。そうだよ、ピューロランドに向けて高めていかないとね。体ほぐして一歩一歩、あいだいだあいだいだ。よし、やるぞー。メイク開始。まずは下地。頭がピューロランド、頭がピューロランド。そろそろ SNS 載せないと。一生載せてない。あ、もう下地もうなくなるじゃん。リラリリリリラリロラルデルタンテレランリラリリロ。ノーメイクだと童顔に見える。ノーメイクだと童顔に見えるってさ、日本語合ってるの？何歳に見えますか？ノーメイクだったら。メイクしたらまあ大人っぽくはなるんだけど。メイクしたら20代に見えるけど、スピンだと10代。心は60歳。心はずっと60歳。18くらい。目で印象変わったか。いや本当にそう。なんかすっぴんだと本当に目力がないの。本当になんかもう眠そうみたいな。心は生まれた時から60歳です。私が今何を言ってるかわからない方はぜひラジコでイコラジを聞いてください。ゲッターズイダさんにそう言われました。起きてるって。それ言ったらリサちゃん、リサちゃんは変態です。だからさ、あのさ、人のお尻とか触るんだろうね。手にするよ。余っちゃった、余っちゃった時はどこに塗る？この辺？よし。ポンポコ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 。
お昼休みちょっとだけ見てきますね。ありがとうございます。今夜はイコラブ愛か、イコラブ愛地上波の方。ショールームする時間を考えなきゃ。ピューロランド好きなキャラシナモンだけではないです。あの全部好きですけど、うん、ちっちゃい頃はウサハナとシナモンで、今はあのタキシードサムが好きになりましたね。イコラブ入ってから、イコラブ入る前かな、入ってからかな、入る前かも。タキシードサムと出会ってからは、出会ってからっていうか、なんかナコちゃんがコラボし、サンリオとコラボしてた時にタキシードサムとなんかコラボしてたんですよ。その時に初めてタキシードサムを見て、タキシードサム、あ、間違えた、 CS が9時からか、間違えた。地上波は16時か。あ、そっか。間違えた。間違えた。じゃあ何時でも大丈夫か。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの詳細が出たんですね。ぜひお越しくださいまし、お待ちしております。ファンデーション、ユニバルよろしくお願いします。すごいよね、ユニバで。やったー。私ユニバまだ2回しか行ったことないんです。3回目です。だから3月で、しかもイコラブに入ってから初めてユニバに行ったんですよ。はなちゃんとリサと3人でユニバに。シミヤンさん、神戸東京から見に行きます。ありがとうございます。待ってます。楽しみましょう。ユニバルが人生初ユニバ、おー、結構いるよねユニバって。なんかあの関西の方に住んでる方とかはさ、逆にディズニーよりも行ったことあるかもしれないけど、関東とかに住んでたらあんまユニバ行かないですよね。え、なんかその間の方の方ってさ、どっちに行くんですかね。間ってどの辺なんだろう。静岡とか、わかんない、どこが真ん中だろう。どっちに行くんだろう。どっちもなんか同じだけ行くよみたいな感じなのかな。ユニバのおすすめの乗り物、私はあれが好きだった、空飛ぶやつ空飛ぶやつ。愛知も静岡もどっちも行く、わあいいね。どっちもなんか近いわけじゃないけど、
どっちも行け、なんか同じだけ行くのいいね。愛知は確かにちょっとストレージがいっぱいだって。あ、そう、フライングダイナソー、そうです、あれ好きだったわ。どこが塗り足りてないかな。ここもちょっとこうさ、なんかちょっとたるんできてるよね。やだ。乗れるかな、乗れなそう、うちらは。久々にうちらって言ったんだけど、ファンデファンデ、こんな感じ、いい感じ。実況ものダメなの？うん、大好きですよ一番フライングダイナソーが好きって言ってる人でさ、実況ダメな人いなくないですか大好きだよ実況。でも昔の方が好きだったかも。なんでやって次お次はよいしょ、コンシーラー、コンシーラー